です。外国人スロッカーのトメス、そして今回のドキコは唐沢凛です。お久しぶりです。お久しぶりです、ね、いつだったかな、もうさっきね2人でこう、はい、立ちながらいつだったかな、うん、暖かい時期だった。そうです、去年の、うん、多分夏とか夏、はい、この2人それをと大体僕勝ってるイメージあるんで違う、あれそうでしたっけ。だって別の日は他の仕事も一緒にやった時も、はい、すごいうまくいった思いしかないんで。あ、でもそうですね、すごい失敗することあんまなかった気がします。なかった、うん、それ生放送やってたよね、うん、確かすごいうまくいったりすごい引きしてたんで、はい、僕は今日大丈夫なんで。あ、本当ですか。自信つきました。それで、はい、さらに今回のゲスト聞くと、はい、今回はもう、はいはい、今までなかった全クリするんじゃない、ミッション。本当ですか。今回のゲストすごいですよ。ちょっとハードルが上がって上げます、もっと上げます。カードが来るなら、はい、負けることないんじゃない。そんなすごい、そんなすごい人です。今回のゲスト宮新さんです。お願いします。お願いします。めっちゃ上げました。こんにちは、パツレッシャーの宮新です。上げすぎだろ。いやでもそうでしょ。ちょっとあの去年はどんな感じでした。いや勝ちましたけど、その前は勝ちましたけど、その前は、いや年間で負けたことはもう十何年ないですけど、ただいやそういうんじゃないでしょ、どうせ。そう、ただ勝てばいいってわけじゃないでしょ。まあまあ今日はね、うん、今日はなんかいろいろミッションあってあれなんですけど、そうそうそう、でも当然パチスロ上手い人の方が有利なんで、うん、いやでもそういうのが、まあ、そのパチスロで勝つイコールになるのって少なくて、うん、まあ、対人戦とかこういうミッションクリア系って別に得意じゃないんですよ。あ、対人はちょっと得意だけど、あ、まあ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 、うん、でもミッション、でもその考えれるミッションとかいろいろあるんで、まあそうですね、ここから2人で決めて、うん、どれぐらいじゃん、まあ要はクリアしやすいから、うん、選べるのね。そう、あとチームワークが大事です。まあ、チームワークあるよ、だって1回ね、ベロベロになるまで飲んでるからね。まあまあそんなチームワークたぶんバッチリなんで、はいはい、まずルールだけ説明お願いします。なるほど、はい、この中から1つを選んで協力してミッションをクリアしてください。クリアした数とレベルに応じてルーレットが回せます。ルーレットで止まったマスの金額をプリペイドカードにして視聴者プレゼントにします。応募するには番組のどこかで発表されるキーワードが必要なので見逃さずにチェックしてくださいね。では早速挑戦するミッションを選んでください。じゃあ、はい、ここですよ。これ選ぶっていうのはその後ろにあるんだよね。まだ後ろにある、この中から選ぶんだ。そうそうそう、そういうことだよね。眩しい、眩しい、これだ。あ、眩しい。めっちゃ眩しい。あの、1個だけ提案です。眩しい、はい。前回これやりましたけど、厳しかったです。これ緑。もう捨てましょう。捨てる、捨てろ。緑は捨てますか。捨てます、捨てます。ここで雑に捨てて、はい、あとは2択になってくるんですけど、はい、どっちかというとこの要はレベル3で大きく取った方がいいんですよ。このレベルに応じてルーレットのなんか違い変わってくるんだね。そう、そう変わってくるので、はい、じゃあレベル3の簡単さで選んだ方がいいと思う。簡単なのはねえだ。今日人多いんで、多分台の厳しい。多分台選べないって考えると、ここね、こう上のストッカーゾーンあるかどうかっていう問題もあるんですよ。ああ、そうですね。そうね、一度も当たらないっていう。これも当たる。これひどいです。トムできんじゃないでも。俺インターネットでよく見るよ。トムが13万いくら負けたっていう。ね、そうそうそう、よく見る。そう、あの、うん、生活心配してますって書いてますからね。まあ、まあ考えるとこっちの方が多分難しいんじゃない。そうですね、実際は難しい。普通に打っちゃう。 A タイプで1ゲーム目とか得意な A タイプあるでしょ。まあ、ありますけど。ありますよ。あ、でもあとこれはまあどんな機種でもいけるわけだもんね。ああ、そう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 。だったら多分自然とこっちなんじゃない。じゃあこっちにしましょう。そっちしましょう。こっちにしますか。緑じゃなくて青ですね。はい、ブルー、はいはい、ブルーにします、はい、今回は。だまあ2人で頑張って多く取って最終的に皆さんにたくさんのテレホンカードを渡すように頑張りたいと思います。お前のためにやってやるよ。そう、はい、テレホンカードを。はい、はい、ということで、はい、突っ込んでくれないんで、はい、鶴テレホンカード。いや、テレホンカードもだし、俺のツッコミも俺のボケもお互いスルーしたよ。俺がお前らのためにやってやんだよっつって、いやそんな言い方とか誰か来るかなと思ったし、テレホンカードもお互いスルーしたから噛み合ってないよ。これやばいかもね。チームワークもできる。チームワークはちょっといまいちだけど、うん、じゃあもう一回言って。何カードだっけ。皆さんのためにテレホンカード。テレホンカードじゃねえよ。おお、お前らのためにやってやるよ。いやいやいや、お前のためじゃないでしょ。まあそうですね。噛み合ってないですね。噛み合ってない。まあとりあえずじゃあ英語で、まあ、英語でやろう、英語でやろう。We're gonna win lots of telephone。そんな感じで、いやもう最後にせめてここ噛み合おう。わかりました。ポーズね、うん。最後に決めたいと思います。はい、絶対ここは絶対ね、うん、噛み合おう。オッケーオッケー。いきます。外国人スロッター友の
今が今が今が俺今がっていうね。そうそうそう。さあ行きましょう。ございます。ございます。いやいやもうゴッドの音楽流れてる。ウエスウエス。ああもう完全振りだよこれ。行こう。もう二人とも行こう。まあこの音楽流れてましたからね。そうこれはね。思わず撮っちゃった。間違いないです。思わず撮っちゃった。みんな間違いないって言ってるし。でやっぱりトムは角に。角に。やっぱ角に。あとね。うん。台湾が6で書いてる。まあはい。台湾ずっと6だから。そうずっと6です。毎日6なんだ。毎日6だから。じゃあちょっと頑張りますか。頑張ろう。はい、それではキーワードを発表します。今回のキーワードは4文字です。最初のキーワードは、次回も必ずチェックしてください。OK OK よし、じゃあ行きましょう。じゃあやりましょう。とりあえず1ゲーム目に子役。そんなあったっけ。1ゲーム目に子役。あ、違うない。それないやつでしょ。ない。1ゲーム目に子役なかった。ない頑張ろう。おっ、はい、とりあえず2人で打って、おっこっちの方がいいなってなってたら片方やめるのありだかもしれないですよ。お、え、マジ？ギラリップさん、ギラリップさん。だからこっちで2人で打って、うん、どっちの方が良さそうみたいな感じでそれで片方やめるっていうのはありかもしれない。まあ、そうね、そうね。いや、リップ4させるから。くそ。大丈夫、行く。それで言ったらもう早速そっちの方がいいじゃん。当たらないと思うけど。あ、何か僕でもそんな弾けるもんじゃないから。分かった、ダメか。なかったなかった。いいよ。ドキドキポイント違う違うよね違うよね。まあいいよ、座って。これ16ゲームだよ。早いよ早いよ。まあだからさっき言ったように2人がこう同じ機種打ってミッション的にね全部のミッションクリアできるかって言われたら全部じゃないので、どっちの方がいいかを見つつ悪い方がやめて別の台に行って他でできないミッションを目指すのが一番いいと思いますよね。まあ凱旋でできないミッションは復活演出ボーナスとかそういうのはできないし次回予告もないんで、あと花火柄とかそういうのもないんで、それを別の台で出すので、まあもしここでどうにもならんかったらそれをこうやめて、まあやりやすいのは多分バジキスナですけど、おそらく開かないので、北斗転生とか獣王とか、ゲンさんとか、いかぬ、いかない。遅れたよ。さあ行こう。よし行こう。さあ行こう。それでも来る。じゃあもう早っ近い近いけど近い。こういう日か。まあでもボールがいいんじゃないか。時に出るのがね、遅れが。
当たるかもしれない。おお、またリップさんしたよ。お、またすごいよ。次こそ4連鎖したい。遅れた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 よ。先そっち、先そっちだろ。あっ、マジか。お好き。やっぱりやっぱりやっぱりね、しょうがない、しょうがない。ごめんごめん、あの、こっち大丈夫で。いくよ。出ない方がいいんだよね。ああいう煽りが出ない方がリプレイの可能性が高いっすね。いや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 。また外した。リプさんを引いてリプさんを外すのが得意みたいになってるね。だってまだ100ゲームも回せないんだよ。お、またリプさんだ。またリプさん。あ、マジか。これで3回目。3回目。次こそ。お、ナイス。よし、これで G ストップ。もう一回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 で AT 確定。いや、まあそりゃそうだ、演出的に。まあまあいらないし。まあでも G ストップ確定したよ。とりあえず G ストップやるぜ。少なくても1回投資1万円。これ投資が1万円で止まるか、まあまあサーム4枚いくかの本当分かれ道になると思うよ。あれ当たった。これ G ストップ当たってるのに、 あの G ストップの煽りに行かないときは普通に当たってるんですよ。あ、多分普通に当たってる。あ、当たっ、そう だから G ストップに行かない。そんなことある。そう、なんか0-0出ないかなって。強いなぁ。さすが。何だったか分かんない。でも素晴らしい。終わったら G ストップ一発出てきますから、最低ね、一発出てくるかもしれないけど、リプさんの濃度も当たってれば。3連まで、そう3連までしかしてない。よし4連というか、次でキナナ引いたら俺がもうクリアできます。一撃500枚以上。あーでも分かんないよ。でも今重押しが出るところ盛り上げてくれましたね。いや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 、いやいいんですよ、順増めっちゃ多いし。まあループしてる可能性がゼロでもない。で見て、なかなか、1回でもループしたら400枚は達成できる、500枚は達成できる、まあ、期待してないけど。Gストップはいるから、そこで何か染められたら500枚いけると思う。多分一撃になるんで、さあすぐ出てくるから。お、いいとこにいますよ。いいとこにいますけど、斜め気になるとかそういうのも全然引かない。中段気になる方が引いてるもん。斜め気になるが1回で、中段気になるが2回ですよ、235ゲームで。当たり。当たり。
微妙に足りなかった。微妙に足りない。多分次のレバーオンで当たりです。あれ、嘘つきました。そっち？いや、もう当たる、もう当たる、さすがに。いや、当たってる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 。違う。いじめてくるな。いじめてくる。37V。当たってんじゃない？いや、来てる。相当熱い。これはさすがにね。さすがに来てるでしょ。ずーっと当たりそうで当たらないのがもう30ゲームぐらい続いてますけどね。あ、これまずこれ、あー、オッケー、そうか、一個クリア、一個クリアした。 AT、AT、挑戦。よし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 。まあいいや、なんかすごい良さそうなところでずっと当たりそうだったからもうちょっとここは反発やめましょう。さあ終了して、ちゃんとした枚数取れた、珍しく僕の中ではね。では行きましょう。リプレイでもいいよ、リプレイでもいいよ。終了です。はい、ノールノールノールですけど、まあ今の斜めキーなら、それが言いづらいですよ。斜めキー7、なんか早口言葉っぽくない？斜めキー7、中段キー7、平行みたいな、なんかあるでしょ、生麦、生米、生卵みたいなやつでしょ、ああいう感じのやつっぽくない？えい、うわあ、まあ出す出す、これ OKOKOK、OK OK OK、そう OKOKOK、これいいでしょ、外してもいいし、い外したくない、外してもいいんだよ、いや外しても問題ない。あー、もう来たぞ、プレミア役でしょ、確定役を引くっていうのね。おう、7かな、素晴らしい、見よう、よ見よう、オッケーオッケー。ちなみに僕すごい下手くそです。いやいや大丈夫、下手くそだと思ってると思うってことは今まで引いてないってことだから、今日引いてもおかしくない、いっぱい。オッケー。お、あー、いや、ここまで来たらノーカットいいのがいい。そう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 、引かないよ。はい、もう、あ、でも、OK、揃え揃えよ。
いや、まだある、まだある、いや、またやっちゃったよ。まあ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 、もう一回引いたらいいでしょ。抽選はしてるからね、大丈夫大丈夫。引いただける、引いただけして、俺はやっぱ俺でやったっていう。あ、でもいけるじゃん、うん、つながった。あー、まあまあ、そうか。すごいなんかプラス思考な人がそれにいる。一人怖いめちゃくちゃプラス思考、うらやましい。冷静ってやつですね、冷静冷静冷静。はい、むしろ大事なのはこっちよ。まさかもともと当たってると思ってなかったし、一番楽しいところですね。いくよ、おっ、よしよし、4分の1。ああ、悔しい。よしよしよし、同じじゃん。いやいや、これいらない。お、ナチュラル、よし、厳しいね、なかなか。ラスト、あ、残念。もう一個いるかもしれない、4連だから。お、いや、嘘、そしたらリップさんの当たってるってことになるよ。いや、もう全長になったと思う。いないいない、いない。もう天国にいるかもしれないんだよね。ループはいないことも確定してます。 G ストップが出てきちゃってるんで、自力で当てる。2人とも一撃500枚が無理でしたね。また当てればいいやって感じなんですけど、また当てると大変なんですよ、この台。いや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 、当たってないと思うよ、こんな急に。はい、なんだよ、びっくりしたね。まあ今日はあのタッチ回りの動画ではなくてミッションクリアするためなんで、ここはもう皆さんのために躊躇なく追加投資です。すでにリップさん3回外してますけどね。躊躇なくは嘘だよ、心の中で泣いてるよ。おいしそう、当たってんでしょ。お、よかった。さあ来い、結構きついなこれ。このコーナーは私たちドキッコがパチスロに挑戦してボーナスや AT、ART に挑戦するとミッションクリアということで、ミッションクリアで視聴者プレゼントが増えるかもしれないボーナスチャレンジができます。
それでは実戦に行ってきます。そうですね、おかなり何がいいかな。おっと北斗の剣、おおめっちゃ出てる。そうですね、結構初心者でも出やすい台とかってあるのかな。エウレカセブン面白そうだけど、やっぱり北斗の剣かな。じゃあ今日はこれにします。よし、じゃあちょっと視聴者の皆さんのプレゼントがね、増えるようにミッションクリアしたいと思います。なんかすごい久しぶりな感じなんですけど、でもなんかトムさんも言ってたんですけど、なんかいつもあまり失敗しない気がするので、今日もなんかミッションクリアできそうな気がするんですけど、そうでもこの間のドキッコミッションで確かクリアしたんですよ。なんかね、今日もなんかいけそうな気がするんですけど。では私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信中。